隅田川私森の語る私ですか私森でございますあの武蔵の国と下総の国境を流れる隅田川の私船を漕いでいるのでございますええそれはもう毎日いろんな方々がお渡りになります西から東へ東から西へ はるばる都から東の国へ、たった一人でおいでになった女の方もございました。そうそう、あれは春3月15日のことでした。その日はよく晴れておりましたが、しばらく春雨が降り続いたためでしょうか。大層、水かさが増して流れの早い日でありました。の今日は水が増えて流れが早いですからの 「一人二人で船は出せませんのじゃ幾人か集まるまでお待ちくだされの」私はそんなこと言いながら下房に渡る人々を待っておりましたようやく10人ばかりになりましたのでどれそろそろ船を出そうかなと思っておりますと「船頭さん船頭さんわしも船に乗せてもらいますのじゃ待ってくだされ」そう言って 慌たただししく駆けつけつる人がありましたそう言いながらもその人はすぐには船に乗らないでしきりに今来た方を気にしているようです。どうしたのだろうとその方を見るとなんだか人だかりがして女の人が一人手など振りながら踊るような仕草をしています。何事ですあれは後になり先にななりり先して 都からずっと一緒だったのですがねかわいそうにどうやら少し頭がおかしいらしいんですよ都からお一人でええそうなんですよどんなわけがあるのか知りませんがね船頭さんあの人も船に乗るらしいですよかわいそうだから待ってやってはいかがです都の商人らしいその人が言いました もちろん私は待ってやりましたすると間もなく女の人はやってまいりましたでも「すみません」とみんなを待たせたおわびをするわけでもありません「お聞きなされやあの松風よ空を行き交う風さえも松の小杖を行くときは風の頼便りをするものを風の頼便りをするものを」風のりをするものを。 などと歌いながらうつろな眼差しで空を見つめているのでございました私は船を出しました水の上には白い水鳥が飛んでおりましたそれを見るとその人は初めて私に話しかけましたあの鳥はこのあたりでは何と言いますかあああれですかカモメですよ私がそう言いますと海目では カモメというのかもしれませんがここ隅田川でしょ宮古鳥と言ってもらいたいものですねなどと言いますどうしてです私が尋ねますとその人は昔の名高い歌に何しようばいざこととわん宮古鳥我が思う人はありやなしやとという歌があります成平という人が この隅田川にやってきて、都に残してきた奥さんのことを心配して読んだ歌です。奥さんを思う心も、私のようにこう思う心も同じです。どうして都鳥は何も答えてはくれないのでしょうね。そんなことを独り言のように言うのです。気が狂っていると言っても、さすがに都の人は違ったものだ。 いいいいろんなこととを知っててるわいと私は一人感心していましまた「それにしても子供を思う心も同じだなんてこの人は自分の子供でも探しにこんなはるばるずまの国までやってきたのだろうかと訳を尋ねてみたいと思いました」「でもまた都鳥と呼んでもらいたいものですね」などと言われるのも悔しいので黙っておりました。 その時向こう岸からチンチンと鐘の音がしてそれに合わせて念仏を唱える声が聞こえてまいりました。おや、先頭さん、あれは何です大念仏じゃありませんかどうしてあんなところで念仏を唱えているのですずいぶん大勢の人が集まっているようですね。都から来たという男の人が尋ねました。そうですよ、向こう岸の あの柳の木の下に小さなお墓があるのですそこでお念仏を唱えているのです今日はちょうど3月15日お命日になるのです誰のお墓なんですそこで私はぎっこぎっことゆっくりろうこぎながら話してあげましたちょうど1年前去年の3月15日のことでした一人の男が まだ党になるかならない子供を連れてこの渡し場にやってきたのです男はとても都のものには見えませんでしたがその子供は色の白いいかにも都育ちといったなりの子供でした私たちの目にもすぐそれが親子でないことがわかりました私のこの船に乗ったのですがその子はもうしばらくも立っていられない様子なのです 長い道を無理やりに歩かされてきたのでしょう。ひどく疲れてもう病人でございました人かいに違いありません船が向こう岸に着きますと男は引きずるようにして子供を岸に引き上げましたがその子は川岸に倒れたままもう起き上がることもできませんなんだ世の中には本当にひどい人間がいるものでございます。 男はそれを見ると、チェっと一つ舌打ちをして、子供を道に捨てたまま、どこかへ行ってしまったのでございます。土地の者が見かねて、あれこれ看病してやりました。それでも子供はもう助かりそうにありませんでした。しっかり押し、お前さんはどこから来たのかね、お父さんは何という、お母さんはみんなで聞いてやりました。 すると子供は苦しそうなかすかな声で「生まれたところは都の北白川、お父さんの名は吉田なんとか」と申しました。でもそのお父さんは「早く亡くなってお母さんが一人でいるのだ」と申します。それでお前さんは何というのかね。訪ねてやりますとようやく長い間かかって答えました。梅若丸 お母さんに会いたい。たこんなところで死んだことが分かったらどんなに悲しむことでしょうでももうだめです私が死んだらこの道端に埋めてそこに柳の木を一本植えてくださいなもしその柳が大きく育ったらその下にたまには都の人が立ってくださることもあるでしょうからそう言ったきり子供は 息を引き取っってしままたのでございます私たちは子供が言い残した通りお墓を作って柳を植えてやりました今日がちょうどその一年目の命日になりますのでああしてお念仏をあげてやっているのです私がそんな話をしているうちに船は向こう岸に着きました。見ると船の人々は 誰も皆涙を流して私の話を聞いておりました。で、私は皆さんにお願いしたのでございます。ちょうどここには、都からおいでの方もおられます。仮初めの縁ではございましょうが、もしお急ぎでなかったら、お念仏の一つも唱えてやってくだされや。そうじゃそうじゃ、言ってやりましょう。船のお客は、皆さんそう言いながら、 船から上がっていきましたところがあの物狂いした女だけは一向に立ち上がろうともいたしませんただ初めから終わりまで私の話を聞きながらおいおいと泣き続けているのでございますさあさああなたも上がって皆さんと一緒にお念仏を唱えてやってくだされ都からおいでになったのでございましょう。 「いつまでも船に居座られても困るので催促するように言いました」するとその人は涙を拭いて言うのです「今のそのお話はいつのことです」「先ほども申したようにちょうど去年の今日のことですよ」でその子は「都の北白川と申したのですねそうです「北白川と「父親の名は?」 吉田とかしてその子の名は梅若丸。その子が亡くなってから親とか親類とか誰かが訪ねては参りませんなんだでしょうか。誰も訪ねてなんか来ませんよ。私がそう答えると女の人はたまりかねたようにまたひとしきりむせび泣きました。そして言うのです。親も親類もどうして訪ねてこれましょう。 この私こそその子の母なのでございますもの本当に意外なことでした驚きましたわかりましたわかりましたそれでさっきからそんなに泣いておられるのですねお嘆きになるのもごもっともですでももうお泣きになっても元へは帰らないことですさあお墓へ参りましょう 私はそう言って手を引くようにして柳の木の下にお連れしました。これがお子さんのお墓ですよ。さあよくお参りしてあげなさい。私がそう申しますとこれまでも子供の余計が分かりはしませんでしたけれどそれでもいつかは会えるだろうとそればかりを心頼みにしてまいりました。そそ、れだからこそ はるるばこんな吾妻の国までも一人で訪ねてまることもできたのでございます。それなのにあの子はもうこの春草の土の下におりますなんて。母親はそう言いながらお墓の上に倒れ伏し土を掘り返してでももう一度我が子の顔を見たいと言った有様でございました。いつののにかか春の日も暮れかけて、 川の流れと川岸を、おぼろ月がぼんやりと照らしておりました。それでも母親はお墓に倒れ伏したまま、立ち上がろうともいたしません。さあ、お母さん、お念仏を唱えてあげなされ、さあ、この鐘を叩いてあげなされ、人々に勧められ、ようやく母親は鐘を手に取り、ナミアムダブツ、ナミアムダブツと、 繰り返し繰り返しみんなと声をそろえて唱え始めましたどのくらいの時がたった頃でしょうか母親が突然「ほらお聞き下されあのナミアムダブツはあの子の声にございます間違いなくあの子の声にございます」。母親はそう言うとまるで我が子がそこにいるように「おう梅若梅若」。 かき抱くようにするのでございます私たちもいつの間にか本当にその子の声を聞いたように思えてくるのですから不思議でした本当に何か白い姿のようなものが柳の下に現れたのでございますやがてその姿は右に左に揺れ動きそのたびに母親の手はそれを求めて空に舞うのでございました そのうちに、東の空がもうほんのりとしらみかけ、幻の姿も消えて、春の夜が明け始めました。宮古鳥の悲しげな声ばかりが、いつまでもいつまでも聞こえまして、それはもう何とも哀れなことでございました。